はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウです。今回ですね、友達の家にこっそり出かけましょうっていうゲームで遊んでいこうかなと思います。あなたの友人が彼の家でとても大きなパーティーを開くので、あなたは本当に行きたいのですが、両親はもう遅いので寝ているように言われました。あなたは両親の言うことを聞いて正しいことをしますか、それとも他の選択肢を取ってこっそり外出しますか、と。まあ、うちの視聴者結構小学生、中学生多いと思うんですけど、やっぱ夜の遅い時間帯は出かけたら危ないみたいな感じになるやん。だからお母さんかなんかに、いやダメだよみたいな、何てなんたこんな夜から出かけてって言われるじゃないですか。そこでまあ言うこと聞くのもいいんですけど、あえて聞かずにもう行っちゃいましょうみたいな、もうその友達の家こっそり行っちゃいましょうねっていうゲームです。皆さん経験したことあるのではないでしょうか。なので目的としましては、まず探検です。友達の家にこっそり行くと。で、親に見つからないようにこっそり言ってくださいと。その中でたくさんのエンディングありますよねっちゅうことを言っています。はい、なので今回はこちらのゲームで遊んでいこうと思うんで、視聴者の皆さん、まずはですね、チャンネル登録と高評価と感想コメントたくさん書いていただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、ということで、じゃあやっていきたいかなと思います。じゃあプレイいいのかな。プレイ、あ、はい、来た。お母さん、ノックノックノック。おい、ガキが。お前は早く寝ないといけないだろうが。いつまで起きてんだ、この野郎。こんなおかしなことしないで、早く寝なさい。っていう感じですね。まあ、あるあるだね。視聴者もよくこれ言われるんじゃねえか？はい、おやすみなさい。っていう感じです。はい、ということなんで、まあね、このまま、まあ寝てしまう。ほら。朝方の3時です。小中学生が外に出たら、それは補導対象です。はい、普通に考えて、親がいい悪いって話じゃなくて、普通に補導されるんで、まあ、家出ちゃダメなんですけれども、主人公のね、リリチオくん、どうしても友達の家に行きたいみたいです。だから、まあ、どうにかして抜け出さないといけないみたいですね、ほら。多分あれが友達の家なんですかね、ほら、パーティー中なんで、行きたいんですけどね。まあ、とりあえず、周り見ていきましょうか。待って、ミッション。親にバレないようにこっそり、パーティー会場に迎えと。はい、翻訳は下に書いてると思います。じゃあ、話しかけてみる？こんにちはって。これ誰なの？これ友達？ You in my room. The doesn't matter. てんてんてん。なんて言ってるかわかんないですね。Come on and join me already then. Come on って言ってるけど、まあまあ、なんて言ってるかわかんねえ。あー、一緒にゲームしようだ。だから、パーティー行かないでゲームしようだから、まあゲームしてみる？じゃあ。はい、行くよ。え？なるほど。排除しろだって。剣を持って戦わないといけないんだ。よし、やるか？じゃあお前。おい。ら！よし、みんな、なんかみんな、ボス戦が始まった。友達の家で、パーティーするんじゃなかったっけ？はい、皆さん、急にね、バトルが始まりましたんですけど、なんつってわかんないね。とりあえず攻撃していこっか？あ、で、これなんかみんなこれ、こうすればええんちゃうん？これ。ほら。なんか敵が動かなくなったぞ。この LPC。もう完全にこれ、はめ技入ったんちゃいますか？これ。わかりました。じゃあ攻撃していきましょうか。でもなんか、倒したことによって、別のエンディングとか見れるんやろうな、多分な。多分ね、本当だったらね、もっと難しいはずなんですけど、なんかもう一瞬だね。はい、倒しまーす。はい、オッケー。コーマエンディング。まあ、一応エンディング見たみたいですけど、これはもう、バッドエンディングですね。友達の家に行けてないっていう。タイトルすら回収しません。出かけてないエンディングです。はい、なのでもう一回やっていきましょう。はい、ということなんで、まあ、とりあえず一つ目見たんですけど、まあ、話しかけたら、まあ、一緒にゲームをする流れになっちゃうので、まあ、無難に、あ、まあ、待って、でも回収しやすいですから言っていい？寝るエンディング、友達の家に行かずに、お母さんの言うことを聞くエンディング、まあ、見ていきましょうか。はい。あ、待って。ドリーム、あ。はい、皆さん、夢の中に行きました。うん、夢の中です、まさかの。もう眠ってしまったんですね。まあ、ここまでなんか具現化できた夢を見ることって、なかなかないと思うんですけど。はい、じゃあ行きましょうか。こっち進んでいくね。さあ、何があんのか？はい。こんにちは。Hello, there, player. 翻訳は書いてると思います。はい。何これ？あ、今すぐなんかま、夢の世界にあなたがどうたらこうたらつってるね。まあ、だから友達の家に行かないで、まあ、ぐっすり寝ているってことですね。はい、yeah, dream backyard.お前は今すぐ起きることができると。はい。ああ、だから、夢で、何？もう一回なんかやり直せるみたいな感じ？もう起きることができるって言ってるんですかね。まあ翻訳、ちょっと僕おバカすぎてわからないんですけど。はい。まあこのままちょっと話は聞いていきましょうか。グッバイって、あ！グッバイって何？どうしたらいいの？みんな、あ！
なるほど。多分これ、右か左のドアに行けばいいってこと。じゃあ行ってみよっか。あ、え、これは何？これ夢の世界なのか。え、あ、起きた。listen to me。ちゃんと私の言うことを聞いてくれたのね、みたいな感じか。まあ、朝になっちゃいましたね。お母さんの言うことをちゃんとバカ正直に聞いたと。はい。ほら、スニーカー友達にこっそり出かけないでよかった、みたいなこと言ってるのが、へへって。はい。なんで、これでまあ一つエンディングかな。ほら、朝ごはんの用意はできてるから早くキッチンに来なさい、みたいな感じかな。じゃあ、あ、はい。ということで、いい仕事をした。お前は言うことを聞いた。グッドエンディング。まあ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 、一応まあグッドっちゃグッドなんですけど、まあまあ、よろしくはないですよね。動画的にはバッドです、これ。面白みもなんともないエンディングでしたね。はい、皆さん、じゃあ見ていきましょう、次のエンディング。はい、ということで皆さん、まあ一応、寝るエンディング、そして、まあ一緒にゲームをするエンディング、未だに友達の家行けてないんですけど、これほら、窓から出ていくと。こっそり。スニークなんでね。だってやっていこうと思います。これ、窓からこっそり。これ危なくない？これ2階じゃないの？これ、あ、1階か。1階なら大丈夫か。はい、1階の窓から出ます。良い子は、うん、良い子は真似しないでね。よろしくないよ、これ普通にね。あ、なに、犬がいるんだけど。なんでこれ、パピーっていう犬がいる。はい。あ、なんかスターヴィングだから飢えている。まあ、お腹が空いているってことなんですかね。はい。食べ物を分けてくれませんか？みたいなことを多分言っています。はい。本当に、ブレッド。だから、パンが好きですか？ブレッドってパンだっけ？はい。Thank you。まあ、Thank you ってまだ何もしてないんですけどね。はい。なんで、まあ、なんか、まあ、途中の分岐ルートみたいな形にはなるんですかね。まあ、ワンちゃんに、はい、食べ物をあげるルートなんですけれども、まあ、一回そのオーソドックスに、その友達の家向かいましょうか。さすがにお母さんにバレたり、ダメですからね、窓から出るの。お母さんにバレたりはしないと思う。ん？どういうこと？なんか、理解に追いつかないんだけど、サンドイッチを持ってこいみたいな感じ？何を言ってんの？何を言ってんの？あ、通れない。なんかみんな、サンドイッチを持ってこいって言ってた。はい。よくわかんないですね。この、だから、キツネ？タヌキ？かなんかの指示を聞かないといけないみたいなんですけれども、これ戻ったりできるの？あ、一応、戻ったりはできるんだ。食べ物を用意しないといけないみたいですね。あ、お金だ。はい、皆さん、お金は手に入れましたんで、なんか、あれですね、サンドイッチをお店で購入するんですかね。こっちはほら、あ、いけねえわ。だから、一旦じゃあ戻りましょうか。多分、家の中にサンドイッチみたいな、食べ物があるんちゃいますかね。じゃあ、戻ります。はい、こっそり戻りました。まあ、一応、お金は持ってるは持ってるんですけれども、こっちの部屋ですね。お母さんがいるところに行きましょうか。ほら。あ、なるほど。ここでみんな、ほら、マム&ダッド。お母さんとお父さんの部屋こっちなんで、多分これ、サンドイッチ探せばええんちゃん。ほら、めちゃくちゃ広いな。めっちゃ豪邸に住んでんじゃん。あー、ホットドッグ。サンドイッチってあったりする？冷蔵庫とかにありますかね？ほら、フリッチ、ゲットフード、食べ物を手に入れるってあるんで、ハンバーガーでいいのかな？どうなんだろう？一旦じゃあこのハンバーガーとか持って行ってみましょうか。まあ、ハンバーガーとサンドイッチ。まあ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 、大丈夫か。はい、皆さん、これでじゃあ外に入れたいと思います。こっちにあげるんかな？もしかして。あ、でもそんなことないね。待って、先にこっち見ていい？いや、超気になるくない？こう、なんていうかまあ、ロブロックスのまあ、ライバル的な、はい、存在なんだと思うんですけれども、ちょっとこっちだけ見ていい？ちょっと俺気になるわ。パスワード？はい、ちょっとこれ、あれですね。パスワードを打たないとダメらしい。あ、待って、ブレッドってさ、あれじゃないの？ちっちゃい、ワンちゃんいたじゃん。ワンちゃんが欲しかったものじゃん。だからこれ多分このワンちゃんにあげればいいのかなぁ。あ、皆さん、ありました。はい、サンドイッチかつパン。どっちも見つけました。多分これ、だからこれ、ハンバーガー関係ないわ、多分。オッケー、わかった。じゃあ行こうか。これで多分かなりエンディング、まあ、分岐するというか進んでいくんではないでしょうか。じゃあ行きますよ。じゃあまず、ちっちゃいワンちゃんからやっていきますね。はい。ということなんで、じゃあまずこれを、はい。あげた。なんか変わる？変わらないか、特に。まあまあいい、いいや。まあ何かしら後で変わるかもしんない。で、サンドイッチ持っていきます。どうだ、これで。通れたわ。よしよしよし、みんな。ここがおそらく友達の家です。まあ、無難に入っちゃおうか。
イエー。はい、エディ、ヨーブロー。パーティーへようこそ。You are little to, あ。パーティーはもう終わっちゃったみたいな感じかな。じゃあまた明日ねって、え？多分みんなあれだね。これ多分ね、スピード勝負ってことじゃ。時間がかかりすぎてダメだったパターンがあると思うんで、もう先に動いて、サンドイッチ手に入れて、最速で行ってみよっか。なら、時間がかかりすぎたから悪いのかもしれん。ほら、もうサンドイッチを持った状態で行ってみましょうか。これで変わらなかったら、また別のやり方の方がいいんだろうね。多分これでスキップして、ほら、サンドイッチなんで通れるじゃん。で、ここ入ったらどうなるかやってみていい？もう最短最短。どうだ？来たー！オッケー！終わってません、皆さん。まあ、これがまあ、最短の一番オーソドックスエンディングでしょう。はい、来たー。楽しみますよ。Well。ほら、来たー！パーティーが楽しめるー。はい、来たー。スニークアウト、ノーマルエンディング。はい、ノーマルエンディング見るまでに皆さんかなり時間かかっちゃってるんですけど、まあまあ、だからこれが基本的なルートなのね。で、ここから分岐していくの。マインクラフトルートとか、友達の家の先も多分行ける可能性あるんで、今回からね、こういった細かなところのエンディング見ていこうかなと思います。はい。あと、エンディングとしては何かな？パパママのところには行けないようになってるんだ。ってなると、あとやっぱ気になるのはあとハンバーガーだよね。ハンバーガー拾えるじゃん。そこでなんか変わってきたりするのかっていうのと、ここは出れたりしない。あ、待って。あ、お父さん？お前何してんだここでみたいな。お父さん何してんのこれ。え、一人で、この夜の一人で飲んでるってこと外で。うん。あ、お前、まさや、もしかして出ようとしたな？おい、ふざけんなーって怒られてる多分。だから、通常の家から出ようとすると、お父さんとかにバレて、バレちゃったエンディングね。はい、皆さん、これ多分終わりです。パパにバレちゃった。あ、あれ？あ、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 大丈夫なのか？あ、みんな大丈夫だ。エンディングかなと思ったんだけど、ママにバレないように今すぐ戻りなさいって言われましたね。あ、よかったです。なんかパパはなんかそこら辺優しそうだね。まあ、理解があるんだろうね、ある程度は。あ。はい、お前やったなって。あー、はい。います。あー、怒られたー。バレちゃったー。あ、残念。ママの方が厳しい。あ、厳しい。じゃあ、別エンディングですね。やっぱここ気になるのが、このマインクラフトのパスワードが、すごく気になってるところではあります。ただ、どこにマイクラのパスワードあんだろうな。ちょっと、もうちょっと部屋探索してみていいか？じゃあ皆さんあれですね。まあ、友達の家ここじゃん。この先は進める。やっぱ進めるね。ほら。こっちの方も行けるみたいなんすよ。ほら。ブレークイン。壊すってあるわ、ドアを。ほら。なんだこれ。別の家にやってきました。え？これ何？ホラー系？何これ？押してみていい？ F。しかもさ、いつも E ボタンで押してるんだけど、F ボタンだ。うわ、ここに来てホラー展開やってくるエンディングで。どうなんだろう。はい、じゃあ行きますよ。はい。あ、なんだ？あ、お前。あれ？なるほど、これ。出たこれ。幽体離脱！はい、閉じ込められた。幽体離脱！じゃない？おい、これどうすんのこれ。え、これで終わり？ちょ、待って、リーダー、エンディングにすらならねえんだよ。え、こっからどうしたらいいの？あ、出れなくなった。多分これで終わりだ。はい、ということでですね。じゃあまた行きましょうか。多分本来だったらここでエンディング流れるんだろうね。バグってるんじゃない？どうしよっか。まあ、ここに入ったら、まあ、そのエンディングになるわけじゃん。ほら、売られてるところ。なんかさ、光ってない？ちょっと待って、なんかさ、なんか依頼？ボビー。お前誰お前。こんにちは。こんにちは。あ、わかった。お金を恵んでくれ。ちょっと待って。ちっちゃい入るところにさ、お金落ちてたよね。お金を分け与えてくれないからって。来た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 。これ別エンディング見れるぞ。はい、皆さん、ここですね。はい、このお金を持って、あ、まあまあ、こいつは無視でいいです。このワンちゃん無視します。はい、ということで皆さん、多分これで、お金を持っていって、なにこれ、キックって何？え、キックしていいの？キックしていい？
なんか、パトカーの音がするんですけど、うん、なんかすげえ音鳴ってるけどね。めちゃくちゃポリス、あー、なるほど。暴力振るっちゃったからね。あー、こんにちは。すいません。ヘイ、お前、ホームレスを、あー、ホームレスを蹴ったのか、みたいな感じ。まあ、そうだね。確かに。まあ、間違ってはないよね。確かにね。まあ、よろしくはないよね。まあ、子供向けのゲームでやるようなことじゃない。まあ、教育上よろしくはないよね。まあまあ、それはあの手錠されますわね、そりゃ。あれ、これ逃げたりはできないの、これ。ねえ。あー、まあまあ、皆さんもう行きましょう、じゃあ。はい、もう捕まります。潔くね。うん。あー、刑務所。あー、仲間か、君も。うん、アンドリセット。もうリセットするしかないらしい、俺らは。もうゲームを自分で閉じろだって。もうなんかそれ以外の手段がないみたいですね。じゃあ落ちましょうか。はい。ということでちょっとネット調べました。マインクラフトのやつが、なんかね、数字を打ち込めばいいらしい。なのでちょっとそれ見ていきましょうか。どこに書いてるんだろうね。なんか、海外歴見たら40って言ってた。あ、来たー。行きましょうか、じゃあ。これでいいらしいよ。クリエイトニューワールド。はい。で、はい、ということでですね。あー、なるほど、はい。あー、あれなんか、なるほど。これは大丈夫なんですかね。一応まあ何かの規約にこう引っかかったりはしないのかどうかが、ちょっと心配なんですけど、はい。翻訳は多分今書いてると思います。はい。大丈夫ですかね。まあガイドに沿って何かしらやってくれみたいな。はい、感じなんですけれども、はい、グッドラック、幸運を祈ると。ロブロックスですからね、皆さん、勘違いしないでくださいね。はい。あ、皆さん、とりあえず行きましょうか。ステップ1、ブレイクウッド、木を壊せと。ウッドピック、木を壊す。だから、あれですかね、斧を見つけないといけないの？なんか、はい。はい、これ、こうやってピッケル作るんですよ。はい。で、ブレイクアイロンオレ。あー、なるほど。このピッケルを使って、多分石を掘らないといけないんで、あれかな多分。あ、行きましょうか、じゃあ。すごいぞ、みんな。多分これ、なんかどこかで見た、エンダー・ジョーって言うんだ。なるほどね。エンダー・ジョーさんって方がいらっしゃいますね。なんかすごい、おしゃべりが上手な方なんですけれども。え、これ何しないんこれ。うん。こんな、何しないんみんな。なあ、これいつまでこれマイクラさせるんこれ。おかしくないかなあ。あ、壊せた。壊せたら、ほら、ダイヤブロックあんだけど、確かさ、まあ、本家だとすると、多分、鉄ピッケル？多分、鉄とかがないと厳しいよね。あ、ブロックは見つけたわ。これ、どうすんだ、これ。一応皆さん、ブロック見つけましたね。でもなんか、鉄だから、これ、エンダーマンに渡すとかかな？多分。やってみよっか。多分、これを渡せばいいんですかね。どうだ？はい。あ、いけた。これで、壊して、アイロン。はい、鉄ピッケルで、ダイヤをぶっ壊すんだよ。行こうか。え、これで一応ほら、ミッションは、はい、来た。うん、なんか、しょぼいよね。なんか、てってれーみたいな感じになるのかなと思ったら、もう普通に切断されて終わりですね。はい。はい、ということで皆さん、まあ、かなりエンディング見たと思うんで、ここで終わりにしたいかなと思います。おそらくですね、まだあると思います。見れてないエンディングが何個かあると思うんで、まあ、リリジョさん、こういうのありますよっていうのが分かった方はコメント欄で共有していただけると嬉しいです。ということで、ぜひともね、この動画を見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで皆さん終わります。お疲れ様でした。